こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日は人気の製紙業界の業界研究をしていきます。製紙業界といえばこの人、井川元隆さんが最近では有名になっていますよね。製紙業界を代表する企業の大王製紙の前会長の方です。カジノで100億円以上溶かしてしまって会社を追い出された人、そんなイメージを持つ人が多いかもしれません。私も最初はそういうイメージだったんですが、井川さんの YouTube チャンネルを見てめちゃくちゃ聡明な方だなというふうに印象がガラッと変わりました。井川さんのチャンネルでもより詳しく製紙業界のビジネスモデルとか実態について語られているので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。この業界を一言で言うと、海外展開が鍵を握る業界と言えます。皆さんもイメージしやすいかと思いますが、現在ペーパーレス化が非常に進んでいます。また人口減少により、今後国内での需要はどんどん減っていくということが分かっています。脱プラスチック化の流れでプラスチックをペーパー化する、そんな流れはあるものの、そのプラスの部分よりも需要減少、こっちの方が大きいのが現状です。そんな製紙業界で押さえるべき重要ポイント、それはこちらの3つです。今日はこの3つについて詳しく解説していくので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。まず最初に製紙業界の概要から入っていきます。具体的なトピックに入る前に、ざっくり製紙業界とはどういう業界なのかを解説していきます。製紙業界は紙パルプ産業とも言われています。紙といえばコピー紙のように、いわゆる用紙が思い浮かびますが、新聞だったり段ボールだったり、それ以外にも身近なティッシュペーパーやトイレットペーパーの生産開発も製紙業界が行っています。業界の特徴として挙げるのであれば、新規参入がめちゃくちゃ難しい業界だと言えます。紙を製造するには大規模な工場が必要になります。それを新たに作るには何百何千億といった投資が必要です。今後ペーパーレス化の流れで需要が減っていくこの領域に参入するという、そんな会社はあまり多くありません。そのためすでに設備を持っていてしっかりと営業できているよという企業としては、新たな競争にさらされづらい、安定しているというふうに言うことができます。ただ競合企業がバンバン増えるというわけではないんですが、紙の国内需要というのは右肩下がりになってしまっています。今後も国内の紙需要は下がっていくと予測されているので、国内だけではなくて海外へのチャレンジ、これが非常に重要になってきます。それでは重要トピックに入っていきます。一つ目の重要トピックはこちらです。製紙業界、どんな仕事をするのかのイメージ、皆さんつきますでしょうか。一番採用ボリュームの多い営業職で説明していきます。製紙業界の営業は、工場で生産された紙を国内外の紙製品を作っているメーカーだったり、もしくは自社で完成品まで作っている場合は小売店に売る、そんな営業活動を行っていきます。完成品を作るメーカーに対して紙を売る場合、この場合には基本的に長年取引がある企業に対して売っていくことになるんですが、既存商品のための紙の販売では提案要素っていうのは正直少なくて、もう決まったものを決まった形で売っていくというふうな感じになります。なので重要なポイントは、顧客の注文に対してしっかりミスなく納品できるように対応する、これが重要になります。じゃあ製紙業界に営業的な提案要素とかってあんまりないのかっていうと、そんなことはなくて、お客様からのニーズとして、こんな商品作りたいんだけど、そこで使う紙について相談させてくれないですか、こういうような声があった時には、お客様の作りたい商品を作れるような企画段階から中に入っていって、こんなのどうですかっていう提案活動を行っていきます。また受注までの過程でも、お客様が作りたいものが品質を保ちながら必要な数を作って納品することができるのか、そういった調整をするために、社内の調達担当の人とか製造担当の人とか品質保証の人たちとも密に連携を取りながら仕事を進めていく、これが重要になります。また自社で完成品を作っていて、それを取り扱う営業として働く場合には、営業相手は小売店になります。例えばおむつだったりとか、ティッシュペーパー、トイレットペーパーを売る場合には、それを取り扱ってくれるようなスーパーに対して自社の商品をより多く仕入れてもらえるような営業活動を行っていきます。その店舗の仕入れ担当だったり店長の方と何度も何度もコミュニケーションを取りながら関係性を高めていくことによって、競合他社のこの商品よりもちょっと目立つ場所に置いてあげるよ、そういうふうに言ってもらえるような状態を作っていくことによって売り上げを積み重ねていく、そういった取り組みが重要になります。
そんな業務を行う製紙業界を代表する企業の平均年収はこちらになります。続いての重要トピックはこちらです。まずは業界を代表する企業の売上高を見ていきましょう。業界1位は王子ホールディングスの1兆4701億円、2位は日本製紙の1兆450億円、3位は連合の7469億円、4位が大王製紙の6123億円、5位は北越コーポレーション2616億円となっています。その中でもよく比較されるトップ3社の特徴を簡単に押さえていきましょう。王子ホールディングス株式会社は製紙業界国内最大手、世界でも第4位の会社です。製紙業として段ボール、ティッシュ、紙おむつなどを製造しています。他にもエネルギー、資源環境ビジネス、特殊素材を開発する新素材ビジネスも行っています。海外売上高は 25% を超えており、海外事業拠点も積極的に増やしています。日本製紙株式会社は三井グループに属している業界第2位の企業です。ブランドとしてはスコッティが有名です。さらに洋紙生産量では世界トップクラスです。セルロースを活用した新素材の生産、あらゆる紙製包装容器、パッケージも取り扱っています。連合株式会社は段ボール、板紙などの包装資源で業界最大手の企業です。一般的な段ボールだけではなく、耐水、防炎、重量物用などの機能をつけたものや化粧箱段ボールまで様々なものを研究開発しています。海外での事業にも力を入れており、ベトナムなど東南アジア地域に注力しています。就活キャリアの悩みを無料匿名無制限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので、面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。続いての重要トピックはこちらです。冒頭からお伝えしているように、ペーパーレス化や人口減少などの影響によって国内の紙需要は減少傾向にあります。一方で国内海外ともに段ボール原紙の需要は伸びているので、大手製紙各社は洋紙から段ボール原紙にシフトしています。実際に業界首位の王子ホールディングスは千葉県に国内最大級の段ボール工場を建設し、2019年3月には三菱製紙との業務提携を行っています。海外では中国に工場を設立し、マレーシアの GS ペーパー&パッキングを買収し、海外での生産体制を強化しています。日本製紙も特殊透解製紙と段ボール原紙事業で統合しています。また2009年にオーストラリアンペーパーという会社を買収したり、オーロラリミテッドから段ボールとパッケージ事業を買収したりと、アジアのパッケージ市場へ参入しています。このように各社段ボールに注力していますが、近年では新素材のセルロースナノファイバーの開発にも注目が集まっています。セルロースナノファイバーはパルプをナノレベルまで細かくして生じる最先端のバイオマス素材です。セルロースナノファイバーは透明で軽く、高い増粘効果もあるので、食品や化粧品、おむつ、自動車分野などで採用されています。今後も幅広い分野で活用が期待されており、新たな潮流を生み出す可能性があります。このように製紙業界では伸びている段ボールプラス伸びしろのある海外展開、こちらに注力しつつも新素材の開発にも注目が集まっています。以上が製紙業界の業界研究となります。この動画が皆さんにとって少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。